皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年10月の29日、20時41分。忘れないうちに早く記録しておこうかなと思って、プロ野球業界の皆さん、阪神タイガースやオリックスや、ファンの方たちへのメッセージということで。今日の試合は、0対0で続いていたときに、僕が、通報っていう形でね、ちょうど画面はオリックスファンが映されてたときなんです。これ画面がコロコロ変わるんですよ。で、僕は全員で信じて、オリックスの人たちにも言っても大丈夫だろうなと思って、僕は通報者なんですから。大寺整形外科っていう、神戸市北区の岡場駅のすぐ、出たところ、斜め向かいにある北新ビルのところに大寺整形外科っていうのがあるんですね。で、そこでピアス受付っていう札がぶら下がってたんですよ。で、昔もそれ見たことあります。で、それ僕が通報することによって、そこはピアス穴開け始めたのかもしれないです。わからないですよ。で、昔もう20年以上前も確か見たと思う。何回か見てるんですよ。だから、医療業界として絶対しちゃならないこと。暴力団を作ろうとしてる。不良の少年少女とか大人を作ろうとしてる。耳に穴開けて。本当に開けてる人は開けてるから。で、そこまでしてお金に走るかっていう部分があるんですけども、一説によると、ピアスは耳に穴開けた後、傷は塞がっていくみたいですよ。で、だから開けるところだと思います。で、それを通報したんですよ。そしたら試合の流れが、これいつもそうなんですけど、力はね、頭の中とか送るとき、画面、ね、全部が全部全て対応できるかって言ったらそうじゃない。それと、あと、やっぱりこれ、通報として、記録として、これも今日の試合、はっきり言って没収試合ですよね。ね。僕が正しい内容を通報したんですから。ね。画面がオリックスファンが映ってるから、自分たちの得点横取りっていうことになっちゃうじゃないですか。そしたら政府のしてることと同じになっちゃうでしょ、一部。テレビ局と同じになっちゃうでしょ。だ阪神、淡路大、だこの話全部逆だったんですよ。淡井圭介を利用して、テレビに出て金稼ぎしたり、淡井圭介の提案でできたゲームで、一部のゲームはもう最初からもうこれ売り上げ大して出ないなって思ってたゲームは、アスキーさんとかのね、ダービースタリア。あれ、もともとアスキーさん倒産してるから、どうせ無理だろうなっていうのは分かってたから、これぐらいでいいですよ、みたいな形で、ゲーム内のみたいな形でね。ただ、やっぱり自分もお金払っとかなあかんかなと思って、一回だけちょっと、課金はしたんです。課金というか、支払いですね、したんですけども。ただ、我が天下と戦国富武に関しては、絶対あそこ売り上げありますから。本当に、すごい売り上げ。中国以上の人って、絶対100万以上使ってると思います。本当に。だって、戦ってみると分かりますもん。もうほとんどの人は僕より強かったですから。だから少々に一応僕いますけども、もう普通の局出たら絶対もうほぼほぼ負けますから。相手が勝たせてくれるような状態じゃなかったら。もう、9割以上の確率で負けますね、まず。だから、そこはお金払ってもらわないと困るっていう話にはなるんですけども、売り上げあるところはね、ないところは、だからこれ話ややこしいんですよ、スポーツ界も。リーグ制云々とか。で、実際、海外のスポーツの同じ名前のチームのところの勝敗によって、試合の勝ち負けまでもう見抜いてるでしょ？ね、イギリスとアメリカ、レンジャーズ。サッカーチームのレンジャーズと、メジャーリーグのレンジャーズ。で、今日の試合もね、あれこれ僕結構言ってますけども、2割演技みたいなところで。で、ある程度はね、ああいう態度見せなかったら、これ、
頭の中の行き先がね、結局コンピューターの操作とかでできてしまってる可能性が高いんですよ。だから結局みんな操られてたんじゃないのかっていう話にもなりかねない。だからこれにしっかりと対応するには知識とかなんですけども、だから今日、だから阪神ファンが映ってるところで僕は言わなきゃならなかったのかもしれない。そこで試合の流れ変わっちゃってるんですよ。だから中野選手の打席で、その、センター前ヒットを打った時は、それを指摘してセンター前ヒットなんですよ。これ、だから僕の頭の中とか力がどこへ行くかの話なんですよ。相手チーム。で、宮城選手は基本的に、だからオリックスもね、まあ、ちょっとね、いろいろある少年の、まあ、東大目指してた少年だったんですね。で、一浪して、で、親がもう、この辺の大学にしとけっていうことで、親子喧嘩して、それだけで理由それだけですよ。理由それだけで精神病院入れられてるんですよ。で、入院させられて。で、まあ、そこでね、ちょっと話して、他にも税理士目指してた子とか、その、親に捨てられた子とかで、ね、だから警察官がちょっと無茶しすぎ、本当に。あと、精神病院の医者がかなり目がくらみすぎて、本当に。なんでもかんでも、結局お金欲しいから、警察官も自分の手柄にしたいのか、もう仕事めんどくさいのか、もうちょっとそれはもうやめなあかん、警察官の責任にして。警察官がお金払わなあかんっていう形で、そう入れてしまった人も、お金、全額、返済、自分たちのポケットもね、国のお金無理無理無理。それしたらあなたたちが止まらないから。だから普通に話してみたら、だからその税理士を目指していた子なら、親に捨てられた子なんですよ。だからそれで、その、里親と喧嘩して、で、里親の言い分、言ってることってむちゃくちゃで、自分で料理しちゃダメだとか、ガスを使うなとか、で、料理はやたらとうどんばっかり出してくると、まあ、うどんが安いっていうのは知ってる。まあ、皆さん知ってると思うんですけども、一玉とかで買ったりしたら、まあ、あと、スーパーマーケットとかで、まあ、だしを買う人と、まあ、僕は一時期自分でだし作ってた時期もありましたけど、その方が安いから。まあ、まあ、親がね、その子は高校生なんですけども、親が、うどんばっかり食べさせると。だから母親は生きてるらしいんですよ。で、だけども、まあ、まあ、そこから先の事情はちょっとわからないんですけども、私の方では。まあ、それでね、そういう環境で精神病院入れられてるんですよ。おかしいでしょ、警察の知ることも。医療業界の知ることも。で、精神病院って1ヶ月入院させたら、百何十万請求できるんですよ。めちゃくちゃ稼げるんですよ。僕、大阪ヒルトンホテルで働いてたんですよ。ホテルをヒルトンの。ね、傘下の。で、そこの、3階の、大阪ヒルトンホテルの3階のレストランの王朝で働いてて、僕のホームページに、ヒルトンのバッジ、僕のバッジ、つけています。まあ、ちょっと名前のところはね、だいぶ傷ついてるんですけども、毎日毎日ね、もう、円卓入れ替えて、大円と、各部屋がね、関東総民って、まあ、中国の時代のね、名前の名所の部屋、個室があるんですけども、そちらの方に、大きなテーブル、大円、まあ大丸と呼ばれる、それをこう転がしてね、厨房がまた狭いんですよ。それでも関西ナンバーワンの売り上げ、本当に、まあ、あれでものすごい状況なんですけども、フルーツラーパークの、キッチンとかを見てもらった時に、ある程度、料理が上がってきた時の置くところのスペースがね、そう、ヒルトンホテルって、これぐらいのね、幅しかないんですよ、本当に。わかります？それで関西ナンバーワンの売り上げ出してたんですよ、本当に。すぐ料理持っていかんかったらめちゃくちゃ怒られるんですよ。キッチンの方がもういっぱいいっぱいになって、何もかもが、仕事詰まっちゃいますから。で、そこでね、ちょっと話変わって、この試合中に、この人こんな話してたのかって思うかもしれませんけど、もう、こちらも話し始めた以上、ちょっと、その、
本当にヒルトンで働いていて、そこ売り上げ50億円半年ぐらいであるんですね。1レストランじゃないですよ。1レストラン、その大阪ヒルトンの王朝は、僕が働いていた頃は年間5億円ぐらいの売り上げありました。だから正社員雇用の人たちいっぱいいました。だけど、で、そのヒルトンでさえね、その、まあ、精神病院がなぜ、どれくらい高いかっていう基準ね、その、ヒルトンが1泊3万いくらなんですよ。1人当たり。ね？百何十万ってヒルトンじゃないって。しかも4人部屋で、相部屋で。ね？どれだけぼったくってるか。大阪の、JR の大阪駅の目の前だから土地代が高い。ね？固定資産税結構かかる。建築費用もそこそこかかってる。だからそのお値段。山の中。もう一社がもう金に本当に頭のがおかしになってるから、多分精神病院の医者してるんだと思う。本当に。本当に心が綺麗な人だったらあんなところで働かないから。もうここからして、だからね、今、武見っていう、厚生労働大臣の、人いますけども、元が医者なんですよ。無理だからって。あの無理だからっていうことで、もう降りてくれっていうことを今言ってます。で、この間は文部科学大臣内閣改造で、降ろしましたけども、髪の毛染めていたから。海洋基本法違反。ね、学校教育で髪の毛染めちゃダメよって習ってたでしょ？その人が、髪の毛染めて大臣になって年収2000万以上、3000万円近くもらう。え？世の中舐めてんの？って。で、こっちも法律使ってるから、一応国会では私は大臣と同格として扱ってもらってます。いろんなこと知ってるし、いろんな海外とも、人脈ともあって、いろんな社会貢献を今までいっぱいしてきました。そういった部分を認められてね。だから、そういうことがかなりある程度通ります。で、相手ですけど、匹敵できるところは、同格なのは各都道府県知事と、あとは大きな会社の会長さん、社長の集まりの会長さん。そこだけ同格なの。もうこれがなかったら、僕もどっか働きに行った時にね、やっぱり上司とかいるでしょ？会社内じゃ自分の意見なかなか言えなくなるから。ここの会社の売り上げがどうこうみたいな話になったら。ね。外部の人間じゃなかったら、そんな大臣なんか立てつか、ああ、立てつ、違う違う、大臣の立てなんかなら、こちらが、ね、しっかりとした理由で、更生させることができないじゃないですか。で、厚生労働大臣で更生しなきゃなんないのが医者なのに、ね。医者は厚生労働大臣。絶対無理だから違うよって。労働基準局の監督官とかで、間違えた勤務状態をね、労働者にさせていて、ピンハネしてた、もう、だから、精神病院の医者とかをね、労働基準局の監督官が取り締まると。そういう人が労働だ、厚生労働大臣になるんですよ。ね？世の中正しくなるでしょ？そこまでするかって思うでしょ？もっと悲惨な人たちいっぱいいたし、で、そのけ、この間、兄の仲間地の業務スーパーのその建設現場で、そこのところがなぜ、築20年ほどで建築し直すのか、理由がわからなかったから、業務スーパーって神戸物産なんですよ。で、あと近くで物流センターの横に物流センターを作ろうとしてるわけのわかんない行動が起きていて、もともと黒猫山とは昔確か一つだったんですよ。それが物流センターの中で西宮の阪神物流センター。そこに二つ目の黒猫山とはいつの間か出来上がったりしているのに、なぜかその隣に新しく物流センターを作ろうとしているテナント募集ってわけわかんないことしてるんですよ。できたらすぐ飲食店なんか潰れてるのにですよ。テナント募集って、エコールイラの中でさえ、コロ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 店変わってるのに、商売なんか成り立つわけないじゃないって。どれだけ世間知らずの人がお金を動かしてるのっていう話で、まず業務スーパーさんの方の建築会社の人たちにね、聞きに行ったんですよ。なぜ、戦えられてるんですかって。倒産とかですかって。もしかして地熱発電されてますって。神戸物産は地熱発電とかも頑張ってますから。あ、ここで地熱発電するのかって。有馬温泉近くだから。そういうのはそれでエネルギーの残存量問題で理解できるんですけども、だけども、我々は、
発注があって工事をしているだけで、それから先は分かりませんっていう回答で、そこでね、この人のこと知ってるって言ってた人がいて、まあちょっと背の高めの人ですね。その人も精神病院で一緒になったことある人。だから、おかしいおかしい。議員とかが決めてるんでしょって。もしくはお金を貸してる国とか行政、公務員。で、その人を工事したからとかで精神病院入れてたの違うよって。あなたたちが罰金。エネルギーの残存量問題で。当たり前じゃない。経営者としての資格ないんだから。そんなことで建物建て替えてるんだったら、銀行員とかでも同じ。ほんと。これで、いや、だから、矢面立たなきゃならないのは、だから、順序で行くとお金を動かしてる人なんですよ。だから、何理由で、業務スーパーを解体して、で、もうね、外へごちゃ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 言いに来たり、多分、ね、こうやって集団で歩いてるでしょ。で、全員髪の毛、染めてたでしょ。ね、だからもう世の中めちゃくちゃになってるの。昔阪神タイガースが優勝した1985年の頃って、まあもう総額をやもう喋り方とかで分かるから。僕の音声で聞き取れなかったと思いますけど、ほら、まだあの場所におる。さっき撮影してからあんまり時間経ってないのにたむろしようとしたでしょ。ね。で、大きな声ギャーギャーギャー言ってるでしょ。ストーカー行為犯と裁判妨害と、もう本当は訴えたいこといっぱいあるだけで、もうこういう連中ら、本当に、片っ端から、生活保護だろうがなんだろうが、本当は罰金払わなあかんから、裁判所でね、決定で。で、そういう対応しなかったら、きりないから、お金払わさんかったら、こういうことしちゃダメなんだって、時間持たないから、口で言われただけだったら、もう何回も、すぐちょっと、数字だったら、すぐ同じ行動する。報道ステーションとかもそうだけども、仕事中、すぐに気抜いて、いい加減なこと言い始める。ワードビジネスだったりも同じ。叱らなかった、誰が叱らなかったら無理だから、本当に。で、とりあえず僕叱ってますけども、ある程度どうなってね。長い間持って1年間ぐらい。それでやっと真面目に仕事しようとするの。もう早い時だったらもう3ヶ月も持たないから。また仕事中にヘラ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 して。で、多分車のラリーの映像みんな見せられてたでしょ。あれ多分昔の映像。ね。で、ヒロドっていうやつヘラ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 して、ニコ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 しながら、嘘つきながら大金稼げてるから、あんだけ楽しがってるんですよ。これが人間のあの状態。ね、髪の毛染めてるでしょ？ヤンキーか、不良か、髪の毛染めてる人は。もう昔からこのルールだから。学校教育でそう教わってるから。みんなの認識もそうだから。僕は通報したんだから、阪神タイガースの4点でしょ。途中までね、8時前ぐらいで4対0になった時点で、まあ、経済的な理由もあるから、ちょっと今晩ご飯買いに行った方がいいかなと。この時間帯になったら大体半額ですから。だから、正直、もう買いに行く方を優先しました。もう、自分がどうこうしても、それだけでもう流れ変わらなくなってしまっているから、今も長い間時間経過しているかわからないですよ。とりあえず階段で、里崎選手はわかりましたよ。マスクしていた時のね。もう思い出したらもうこっちも笑ってしまうから、いや、その前に、大川駅のロータリーの前で、黒ずくめの男性二人で、髪の毛染めてる者、男二人が、最初、帰るかって言って、で、二人とも大声で、帰るか帰るかとか言ってるんですよ。こっちに言ってるのかなと思って、あ、そういえばこいつら、なんか同じこと言ってるわって思って、多分同じ連中、よくわからない。で、階段から里崎選手が一応出てくる。元日本代表ね、ロッテのキャッチャーだった。よくわからないよ、本当に状況。まあ、後で思い出した。僕も踏ん張ったもん、もう今日の試合も本当はややこしいんです。宮城投手自体、僕の方でコントロールとかすぐに更新すると。
前の年から直してで話精神病院の話戻しますけども、その東大目指してた子がオリックスファンだったんですよ。ねえ、なかなかオリックスが優勝できないっていうことを、あれいつだったかな、もう忘れましたけども、もうしょうがないかなっていうのもあるから。でピッチャーが西投手でしょ、元オリックスでしょ。もう今日の試合絶対ややこしいことになるなってもう分かってたんですけど、もうねえ、もうこれルール何なのってね、法の下に平等の意味絶対間違えてるでしょ、横取りばっかりみんなしてるでしょね、最初に僕にお金払わないと。オリックスにしても阪神タイガースにしてもそうだし、もう他の球団も全部そうなの。ロッテもそう。ロッテの時なんか昔、2004年か5年の時、僕兵庫県生まれですよ。その時、神戸の、ね、グリーンスタジアム神戸、オリックス、本拠地兵庫県、無理やり、あんまりロッテがかわいそうだったから、優勝したことまだ日本一なかったかな、どうかな、一回あったかな、どうかな、なかったような気がする。もうあんまりかわいそうだったから。無理やりグリーンスタジアム神戸でロッテ側に座ったって態度で見せるっていう。それでその年ロッテ優勝してるんですよ、ね、日本代表の話とかもあるから、ある程度まとまりがないとダメね。オリックスもここ近年何回も優勝したじゃない、もう今年阪神タイガースでしょって、どれだけ僕に負担かけるのっていうことで、もう最後佐藤だ。いや、分かったけど、正直ね、里崎選手は、やっぱり、野球よく見てるから、マスクしても、なんとなくで、あ、里崎選手だ、元選手のね、里崎、もうまた髪の毛剃っ、こんな微妙なタイミングだろ。僕も声かけれない。あと、声かける気しないの、本当に。里崎選手だと思われますよ、身長同じぐらいで。あ、そうだったって、身長同じぐらいで頑張ってた人、170センチぐらいでプロになった人、あ、日本代表までなった人結構いるなって。それ多分流れ変えたら僕じゃないかなって。本当に。みんなね、昔あの、イチローさんのこと、小さい小さいって言ってたでしょ。イチローさん180センチ以上ありますか、身長。これは本当。アメリカ行った時の周りの人たちが大きすぎたんです。それで一郎さんが小さく見えただけで、本当は身長180センチ以上あるから、それで筋肉つけてるから、だからあんなね、矢のような送球、あとコントロールがいいから、ね、サードでね、ノーバウンドの送球してアウトにしたりできてたんです。ある程度、だから僕も中身の入った投球間4回平気で持ち上げてスタスタ歩いてたことありましたから、筋力めちゃくちゃあった時ありましたから、本当に。右手で、まあ、体重50キロから60キロぐらいの、男性を右手で、ね、持っていて、左手で鉄棒にぶら下がっていて、そのまま、引き上げて鉄棒をつかませてあげると。だから阪神淡路大震災の被災者だったから、災害救助の時に、結局自分の腕力で持ち上げちゃったらええの、結論に話がなって、まあ体鍛えたりとか、140キロ台のね、ボール投げてみたくて、まあ体ちょっと鍛えてみたりとかして、まあその頃が僕の人生で一番体鍛えた時なんですけど、利き腕じゃない、左腕だけで、自分の体重合わせて120キロ以上の重量、を引き上げれる筋力があったんですけど、背筋なんか結構すごかったから、背中に鬼が住んでるとか、なんか、わけのわからんことを、言ってくる同僚さんがいたんですけど、違って、頑張って体を鍛えたんだっていう、倒立指立て伏せとかを、仕事の合間とかにね、休憩時間にしていたりとか、まあ、そこは休憩時間は自由行動ですから、倒立しながら、こう、腕立て伏せ。倒立指立て伏せとかダメ。仕事で投球間いちいち運んでね。本当はもともと大阪堺発祥だから、あの辺住宅密集地だから、庭がなかったんです。だからなんか、お客さんに給油して、はいどうぞで、すぐそこに玄関前があったんですよ。ね、山の中庭のある家が結構たくさんあるから、事情全然違うんです。さらに、山間部。平気で階段がついてる家いっぱいありますから。だから最初から玄関前が2階なんですよ。それ階段持って上がるから、巨人のね、キャンプで、
神社みたいなところの階段を、何千段とダッシュして上がってるって。こっちは灯油缶持って、一日、西宮ラジオの方とか、あの辺り一遍と回ってるんですけども、まあ、一円というか、回ってた時期あったんですけども、一日3000段以上多い日上がってるから階段、灯油缶持って、足の筋肉、膝から上、力入れたサッカー選手みたいな。ボッコーって出てたし、本当に。もう筋力はまあその頃尋常じゃなかったから、だから吉田正尚選手がある程度ホームラン打てるのは分かると。ね。僕と同じ秀和株式会社で働いていたものが、野球場でソフトボールのボールを、もうほぼほぼホームラン、あそこ、アジアスタジアムのサブスタジアムって、ネットめちゃめちゃ高いんですよ。10メートルぐらいあるから。まあ、レフト線、まあ、右バッターでね。だから、まあ、自分もあの時の筋力だったらあれぐらい飛ばせてるなっていうのは分かるから、なんとなくで。多分僕も飛ばせてます。で、だから、ソフトボールでホームランできるから、身長170センチぐらいの人間でも野球場で。で、だから、ね、吉田正尚選手、ある程度ホームラン打てるのは分かるの。だけども、そこはつなぎのバッティングって。だから、広角打法で、本当は3割打者で、ちゃんと出塁率の良い、選球眼の良い人たちとか、そういう人たちが、本当に1番から、まあ、8番でもいいですよ、8番まで。全員、3割バッターで選球眼の良い人、そう。打線止まらないから、本当。ピッチャーも、どこでアウト取ったらいいか分かんなくなるから。本当に。ボール球振ってくれないんですよ、みんな。本当に。そういう3割バッターって、なかなかボール球振ってくれないんですよ。大体抑え込めてるピッチャーって、ボール球振らせてるんですよ。際どいところにボール投げ込んで。で、それもカウント整えていったり、緩急つけたりとかで、それどうにかこうにかしてるんですよ。ね、国際戦なんか、相手バッターね、この間のワールドベースボールクラシック。アメリカのね、大リーグですごい成績の上げてきてる人たちばっかり並んでるでしょ？そんなことぐらいこっちはもう想定済みなんです。ね？で、それに合わせてこっちだって一流のピッチャー集めてるんですから。ね？数たくさん集めてるから、みんな諸事情いろいろあると。で、マウンド登った時に、外でもコントロール悪かったら、もう栗山監督に伝えてたんですよ。すぐに変えましょうって。数いるんだからって。そこはもう出し惜しみしない方がいいって。調子いいピッチャーの人は投げてもらいましょうって。これで、ね、ちゃんとみんな、全野球ができるって。こういうことになってくるんですよ。で、ちゃんとダブルプレーしっかりとって、一つのエラーが、まあ今日の阪神タイガースの試合も、まあ、西投手の、送球自体が、まあ結局、一塁ランナーへの牽制で、エラーになっちゃいましたけども、あれもしね、ファーストの、大山選手がキャッチしていたらアウトだったかもしれないですよ。すぐタッチできるところだから。ああいうギリギリのプレーは正直リスクはやっぱり伴ってくる。急に投げるから。正直ファーストの大山選手もこのタイミングで投げてくるっていうのは、分かってないからこそファーストランナーもそういう動きなんですよ。だからファーストはベースにこう入ろうとしたらランナーも戻ろうとするでしょ。だからそこギリギリのプレーだから、ああいう風なエラーになってしまってるんですけども、まあ今のところ日本シリーズ1戦目2戦目も、まあ、両ピッチャー大崩れしてないんですよね。で、いろんな要素があるんですよ。1試合目とかは、阪神タイガースの、選手が、ランナーが3塁にいたとき、ワンアウトで。で、まあ、山本投手だったから、オリックスの選手は、まあ、犠牲フライぐらいならしょうがないかというところで、ちょっと深めに守ってたじゃないですか。で、内野と外野の間が大きくなったからポテンヒット。ただ、前に来すぎていたとき、今度後ろの方がヒットゾーン広くなるでしょ。で、変に右左とかに変なシフトを敷いたら、正直その方向に打球を打ち込んだら、内野の頭さえ超えてしまったら、もう絶対ヒットになるじゃないですか。大した当たりじゃなかったも。その辺のところはいろんな駆け引きとかあるし、いろんな考え方だから、どこが正解かはもうそれはその状況になってみないと、最終的に結果を見た時にああそうだったのかなとかもあるし、もうそこで流れが変わりますよね。だから点数が差ついたら
っぱり不利になるんですよ、野球って。バッターって逆転しなきゃなんないから、リードされてる方はね、ボール球振りやすくなるでしょ、精神的に。で、特にツーストライクまで追い込まれた時に、だここがね、日本シリーズとかクライマックスシリーズの見どころで、一応阪神タイガースは形的に、3連勝しましたよ。だけども、気の抜けるような試合じゃなかった。相手ピッチャーもそんなに大崩れしてないですから、プロ野球の試合でもたまに見かけるじゃないですか。なかなかストライクは入らないピッチャーとか。ああいう状況ってやっぱりいろいろあるんです。お互いの力の状況云々とか、いろんな状況ありますから。で、今日の状況を聞いたときに、一応ここ笑顔で言っときますね。日本国内で喧嘩になっちゃダメだから。やっぱり変でしょ、通報。別にオリックスファンの人に通報したんだから、通報者が淡井圭介なんだから、阪神タイガースが日本一で今年はって言ってるんだから、実はね、セ・リーグとパ・リーグの日本一の優勝回数って、ある程度均一化されてるんですよ。今、1、2勝パ・リーグの方が上回ってるのかな。で、だから、昔76勝と76勝で並んでたのかな。だからうまいことそう喧嘩にならないように合わせてるんですよ。だからどう考えても今年ね、オリックスも日本一、あなたたち、ちょっとっていう。淡井圭介側といえば、淡井圭介側に絶対もう日本代表の試合を務めていたからもうそうなってくるで、そこでも。だからね、もう今年の、もう結果的に、対巨人でね、巨人は阪神タイガースに4勝しか勝てなかったんですけど、僕が頑張れば頑張るほど、例えばね、巨人行った方がいいよって中野翔選手に。いや、もう髪の毛染めていたりとか、そういう映像で多分染めてたでしょ。だから、もういや、もうあかんって、もうきちっとしなあかんからって、そういうところは一回、ちょっと巨人行って勉強してくださいっていうことで、で、こう野球はこうやで、ああやで、もう日々の態度からこうだからって、もういろんなことを教えて、僕が頑張れば頑張る。また、僕、もういろんな選手が、そう、横浜ベイスターズのヤマトも、元阪神タイガースでしょ。で、大瀬良投手、広島の大瀬良投手も、兄弟で、身体障害者の弟さんを抱えていて、もうどっかの球団、彼を一位指名した方がいいと言ってることを聞いたり、もう彼は自分の弟を自分で面倒見るっていう覚悟をちゃんと表明しようって。彼は絶対伸びてくると。いうことで、まあ、淡井圭介側っていうことで、まあ、広島の方も、その意気込みに応えて、獲得してると。で、実際、まあ、一時期は広島のエースだったじゃないですか。ドラフト1位の選手でも、全員が全員活躍できてるかって言ったら、世の中そこまで甘くないんですよ。半分ぐらいの人は脱落してますから、ドラフト1位。本当に。もしかしたら半分以上かもしれない。まあ、だからまあ、何歳まで、プレイして、じゃあ脱落とするのかっていうところなんですけど、もともと昔は、まず35歳以上で、プロ野球業界に、で、プロとして残れてる人って、まずいなかったんですよ。後近年、イチローさんとかのあたりから、40歳超えになっても、広島の元ピッチャーの黒田さんとか、なかなか40歳までプレイなんか、まずできなかったんですよ、現役で。一軍で。これが事実ですから。今、電波でみんなオリックス側っていうことを言われて、今、どの日かこっちに来ていて。もう、自分で弾き返し方とか知ってるから、こうやって笑っていられるんですけどね。これ、わからなかったら、みんな最初怖いでしょ。こんなことになってたって知らなかったってなるから。さあ、とりあえずね、天の神様への、スポーツ選手への、安全のお祈りっていうのはしていて、まあ、その中野選手はね、先制点取られた時に、ピッチャー前に、ピッチャー返しをセンター前に、ヒットを打った時、ピッチャーのちゃんと足元行ってるでしょ。顔面のことは行ってないでしょ。ちゃんと、ある程度、もうあのあたり、もう正直あの高さだったら、最悪当たったとしても、野球部のスパイク、まあ野球のスパイクって結構、分厚くスパイク作ってるんですよね。だから、ワンバウンドもしてるし、で、ちゃんとピッチャーも避けれてるでしょ。
天の神様への安全のお祈りしていたら、ちゃんとそういうような形になるはずなんですよ。今までの結果。もう、方法 100%。まず、誰かが、まあ、これ言ってそうなったらあれだから、もうちょっと言わないようにしておきますけども、なんか明日の試合は絶対返してくださいよっていうことになってくるんですよ。今ちょっと僕の右足が震えてる中島監督オリックスのタンマーっていう声が聞こえてきます。それ笑わすことはなく、やっぱりスポーツ界笑わせてきた方が悪いのに絶対いるからまあロッテのことも考えてあげなきゃならないんですけどもちょっとね一つの球団優勝繰り返しても後がもうどうしようもなくなっていくってこれどこかなんでここまで淡井圭介が頑張らなあかんこれある程度あるから本当にこんなに厳しい話ないって僕が何したって話一から辿っていったら警察官の方もびっくりしてるでしょこれ全部間違いで彼を精神病院に入院させてるってどうする1回の入院2ヶ月と20日超えてるよって300万近くやでってこれどうするって次から次へと一平の警察こっちも巻き返したろと調べ上げるでしょスポーツ界ともともと警察官がつながってる建築業界として働きに行ったりしてるああってもうみんな利益でしょコロ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 勤務先変わって絶対そうなんでしょちょっとしたことで逮捕なんか絶対しちゃダメって当たり前じゃないですか。相手の事情をまず最初に聞かないと。どうなったぐらいで、相手がさ、トータルで10年間で、晴山整骨院なんか、もしかしたら10万超えてるかもしれないんですよ。絡んできてる回数。で、そこに通ってた連中が来てるんでしょ。そんな客の前で僕大きな声を出して、なぜ業務威嚇妨害になる？ならないって。あなたたちが法律知らないだけだから。裁判とかの判例とか。本当に。裁判所に話全部上げて、一般人全部情報を公開しなさいだって。絡んできた時の情報、YouTube に上げてるのに僕は注意してる時ところとか。相手が絡んできて。で、相手がめちゃくちゃ絡んできてる映像、ちゃんとあるんです。裁判所にも出したし。ほったらかし、その後。法律家は全然頑張ってないの。情け容赦なくて本当に法律に求めてきて却下それは書いてたんですよ裁判妨害とか挑発行為ストーカー行為違反とかそれ全部法律であるんです刑法言ったらそれあんたたちを挑発行為とストーカー行為と裁判妨害の数だけで併合罪ルイアン歌手向こうの方が絶対大変なことあるからあんだけしてきたら絶対組織的な犯行スポーツ界も絡んでるあそこの中と組んでたでしょ芸能人も組んでたでしょテレビ出たでしょお金稼ぎしてるでしょね性質完全に暴力団だもん無理やり夜中起こしたり明け方起こしたりここそんなもん殺しにかかってるのと同じですよ頭ね、睡眠不足になってフラフラになったら、種類まともに作れないし、もうこんだけ数多くなったら、僕だってもうどっからどうしたらいいか分かんないですよ、文章の書き方。だって書いてる、ね、パソコンを打ち込んでる時に絡んでこられるんですよ。で、警察庁機能で、さらに、絡んできた奴らの声まだ聞かされてるんですよ、来たら来たで。はぁ？国民のために行政があるんですよ、って。で、これだけ被害者の方をさらに痛むるんですかっていう話になる。裁判所の裁判官が聞こえるようにならないと。って。でしょ？何のために科学だったのって。で、今、頭の中取られてる。黒い方へ来てるから多分。白黒はっきりつけるで、話逆にしてんの多分。裁判官が。で、一応それ裁判官も分かってるから、僕は原告としてね、弁護士さんなしで30歳ぐらいの頃、裁判勝ちました。
で、その時裁判官がちゃんと言ってくれるんです。ことわざはいいですよねって。はい。まあ何のことかなと思って。だから、ことわざで白黒はっきりつけるっていうことわざがあるでしょ。だから、それを、自分たちが黒い方へ来てるから、そうなってしまうっていうこと分かってるから、やっぱりそうなってしまいました、本当に。途中で、本当、秀和株式会社の供託金支払ってくれてない、で、最低賃金法違反になってる、お金何でも払ってくれてない、もういろんな件ある、本当に。長時間労働で交通事故、居眠り運転、の状態、それ僕は悪いんじゃないから、もうそこで裁判所の裁判官がある程度もう裁判進んでたんですよ。裁判官がはっきり言ってるんですよ、法廷で。そこで嘘ついたら10万円の過料が即逮捕ですから、裁判官が言っても同じ。本当、もう同じことだから。裁判官が今度、ね、被告人として出されたら、ね、もうそうなるでしょ？法廷で言ってるんだから。だから、そう分かってるから、別に裁判官も、ちゃんと会社が悪いっていうこと言ってますよ。370時間も労働時間一月させていたんだから。それは会社が悪いんですっていうことをはっきりと言ってるんです。で、もともと300何十時間の労働時間をさせていた警察官が店長。ね、僕だって警察官に向かって思いっきり怒鳴り込みたいことありますよ。で、怒鳴り込んじゃった人とかも精神病院にその人10年同じところで働いていて、警察官が態度悪かったから、警察官を叱って、それで入院させられてるんです。めちゃくちゃでしょ？もう世の中の社会自体分かったんだから、警察官の方が絶対もう最初から謝らなきゃならないんです。みんなより高いお金、給料もらってたんですから。いろんなところも話めちゃくちゃ人材上げ業法。もうみんな、ちゃんと法律通りに給料払ってもらってない人、続出、本当に。で、僕の勤務先、どこでも警察官も一緒に働きに来ていたし、裁判所の人も一緒に働きに来てたんです。どうしましょう、このむちゃくちゃな話。で、今日はもう、全員信じて、第三者の善意、法律であるね、だから裁判官が絶対法律名とか条例を第何条とか絶対求めちゃダメなんですよ。大体法律名書いてあるんですよ。国家賠償法とか、いろいろ第何条とかね、317番に書いて、あれだけじゃないんですよ。さらに裁判所に提出してますから、本当は。法律名一覧表として。それで一覧表で出さなかったら、文章の書き方いちいち第何々法の第何条、ものすごい数入れていかなきゃならないでしょ。絡まれた数、もうトータルで、軽く10万絶対超えてますよ。兄の別にね、大半配置に来た連中と、家の横通り過ぎてきた連中と、買い物行った時とか待ち伏せした連中とかね、十何年かで10万絶対超えてますから。お前ら組んでたんだろうって。で、この知り合い、お前ら知り合いだったんだろうって、一緒の学校だったんだろうって、芋づる席で、これ、地域で住んでる人間どころか、病院、警察官、建設業界、テレビ局、スポーツ界、軒並み全員ノックアウトですもん。全員僕のお金払ってないから。代わりに店出した？淡井圭介を悪いことにして、とんでもない横領罪だよって。ボンズ、バリーボンズさんだけじゃないから、サミーソースさそう。マークじゃあ、 あんまり巨人ばっかり言うかってあんまり腹立っていたお前らに回す力なんかないそんなことだったら西米友好関係アメリカ人かとせ日本大変そんなに金払わんのだった。ワールドベースボールクラシックができる前ですよ。だから1997、8年かその手前ぐらい海外の選手を輝かせた。言ったって本当。どこに正義があんねん。本当。
バリー・ボンズさんなんだぜ。もうあの記録の追い越すの。もう母校も付き合いきれないから。年間73本打って出塁率4割盗塁すごいしてる。僕も同じ意見。お腹出てる人なんかダメな人だって僕も思ってるから、あの、まあ、一部ある程度の事情で、ね、お腹出てる人とか、まあ、ある程度の部分はあると思いますよ。だからそんなに厳しいことしてたら、僕もありました。僕もう絶対これ1年以上おやつ食べてないわって、買いに行ったことないわって、本当に、で買いに行ったことのないわの世界だったら何でも本当に、あるあるある、本当にそうなります。本当に あんまり本当に厳しい世界のむちゃくちゃな、そのこれこのルールに当てはめられた、これ奴隷制度じゃない、なるでしょ。で一応この話も、まあ、通訳の人でね、メジャーリーグへのメッセージで今日めちゃくちゃ怒ってるから2割演技でそれ言っとかなかったらどこに問題があるって、今日も僕は一切遊んでなかったんですよ本当に。で正直これも遊んでないでしょ。でそれこそ休憩時間どこ行ったのって、ルール何で買ってるのって、もしかしたら休憩時間入れてない理由で買ってるって、ルール法律で。だって6時間の労働でね、45分間休憩入れなきゃならないじゃないですかね、法律で。だコンピューターだからめちゃくちゃなルールで頑張らせてる割には、唐突にわけがわからんタイミングでたったそれだけの一法律で勝ちに来たとか、それあるから、だから裁判所の裁判官が法律名なんか求めるから話おかしくなるんですよ本当に。コンピューター設定もどうしますこの絵ね。もう警察官の人もこの話全部聞いたら、本当俺らも裁判官の方が悪いと思うってボソって言ってくれてる人たちの映像結構見てますけど、みんな裁判官に文句言うの怖いでしょ正直でしょ。こんなに正面で堂々と YouTube にアップロードして裁判官のことを、文句言ってる人ってなかなか見かけないでしょ。僕ぐらいでしょ。だからその大臣と同格のクラスの話がなかったら僕も怖いから言う勇気なくなる。だからその裁判所とかね、政府の行政の持ち物でしょ、スーパーコンピューターね、やっぱり変でしょ。最終的にこの話怖い話で、長生きしたかったから公務員として働いてたんですかって、で民間人の人たちから消費税上げまくって、自分たちがね法律業界の人間なんだから議員取りしまったらいいじゃないってね、今頭の中そういう取られて、これだけルールむちゃくちゃでしょ。だって裁判官なんか高級得てますよ正直。年収500万円以上の人どれぐらいいます？裁判官の人ほとんどそうでしょ。だって司法修習生の後、書記官とか、まあ、議官だとかいろんな官がいるんですけども、まあ、議官は大体工業関係の方だと思いますよまあもしかしたらあのパソコン関係、まあコンピューター関係もそうかもしれない、議官という名称かもしれない、まあいろんな官が存在するんですけども、そういうのを経験して、もしくは弁護士とかを経験して、何年も勤務してそれから裁判官になれるかどうかなんですよ。だから国がどこに間違いあるのか、そのコンピューターの設定とかスポーツの勝ち負けとかでね、その大臣と同格の話がなかったらね、
それでどうなったかって、またセブンイレブンで余計なエロ業界の本が並ばれたんですよ。ほーら見ろ、国が悪かった。大阪の高等裁判所とか怠けてるから。もう裁判官の名前3人だ、だ、書記官入れて3人かな。もう公表してるから。あなたたちのせいよって。責任持ちなさいよって。ね。ああ、もう他国の人、他国の人たち。もうこういう状況。もうスーパーコンピューターとかの稼働の仕方って。もうみんなこういう状況って。みんな自分たちが政府から追い出されたらどうなるかって考えてみましょうって。ね。弁護士だった若狭さんとか弁護士バッジ取られたりしてたでしょ。もう誰が被害者なのっていう話になってくるじゃないですか。法律面なんか原告に絶対求めちゃダメなんですよ。裁判って。裁判官が法律しておかないと判断できないんですから。あ、裁判官が最終的に合議制で判断するんですから。法律でそうなってるじゃないですか。こういう地方裁判所の上田裁判官だけの名前変でしょ、書類。合議制で他の裁判官いないって。裁判官と書記官で合議制はそれはないでしょ。裁判官数人でしょ絶対。だそれちゃんと名前載せてもらわないと思って。の昔もこれ今でもそうかわからないですけども、神戸の地方裁判所、神戸裁判所、まあ神戸裁判所という言い方の方がいいかもしれない。でもまあ調停とかいろいろあるから、会員裁判所も神戸地裁の中にあるから、だから、まあ所長の宮崎さん何してるんですかっていう話になるから、もしかして宮崎さんだからダメだったのって。そこそこ宮崎書店でエロ業界の本置かれてるから、いやいや、それ、高等が、っていうことになります?もう、高等裁判所の棄却した裁判官は絶対悪いですよね。ね?どれだけ悪いことしたか分かるでしょ?裁判官の人たち。ツタヤとか名前出してるんだから。求めなんか書いてますよ。それ出した。出した。大阪の高等裁判所に持って行った。いろんなこと書いてますよ。もちろんそういうエロ業界の雑誌とか置かない。賠償金払え。お前らみたいなのが、金で、エロで金なんかに変えようとしてるような連中がいたから世の中めちゃくちゃになってるんだって。お互い信じられなくなるからって。お互いっていうのは、エロ業界の人間を信じようとしてるんじゃないですよ。その辺に、歩いてる人間なんかみんな信じれないから。だってプロ野球業界やって、エロ業界の新聞と、結局お金稼ぎを長年してしまった後じゃないですか。ね。そこに警察官とか、ね、元警察官とかが、ね、ピッチャーとかバッターとかでいたんでしょ?無理じゃないですか、そんな世の中。僕は僕で、神戸電鉄とかで、もうクローズっていうことで、売店とか閉鎖させていきましたよ。僕から言って。いろんなところに。多分どっかは動いてくれた。一応、神戸電鉄が運営しないところの、駅出たところのコンビニとか、うっとうしい。で、もともとセブンイレブンは、これは約束ごととして、朝の7時から23時までですよっていう意味で、夜の11時。だから、セブンイレブン。本当ですよ、これ。それ破ったら分かってますって。あなたたちが、賠償金払いなさいよって。絶対もう不良の溜まり場とかになるんだから。今までもそういうこと、例いっぱいあったんだから、日本全国でって。ローソンもセブンイレブンも、出しては潰れて、出しては潰れて、もうここでもう4店舗、このあたり、もう今までの長い歴史で言うと、7店舗ぐらい出てる。コンビニ。ファミリーマートは結構早めに消滅しましたね。だからもうね、ちょっと長い話で申し訳ないですけども。もう裁判官が怠けたらこれですよ。あんなに証拠の VTR まで出したのに。
で、こっちはこっちでね、阪神タイガースの選手に頭を送ってるって、もうこれ完全に証拠になるっていう内容を YouTube にアップロードしたいんですけども、どうしましょう、本当に。全然返答くれない。で、それで阪神タイガースが悪いんじゃなくて、僕は阪神タイガースを日本一にしたいんです。日本プロ野球業界みんなそうでしょ？淡井圭介お金払ってないじゃないですか。日本代表の選手とか。僕は勝たせに行ったんですから。ね。バリー・ボンズさんとかの話だけど、僕からしたらアメリカを裏切ってきたことになるでしょ？ボンズっていう店を出して。ね。僕にお金一銭も回してくれなくて。そんなこっち、ね、もう日米友好関係は大事だけども、もう野球の試合絶対優勝しませんよっていう話になってくるじゃないですか。全力でこっちも勝ちに行くじゃないですか。これ今笑いながら言ってるけども、絶対もう試合中僕全然笑ってないから、もう自分の頭の中目いっぱい大谷翔平とか日本人の各打者に頭の中渡してますが、一応予選の時にある程度相手選手との力関係を考えて頭の中まだ加算とこうかなとか、各球団の選手、例えば村上選手ね、55本の本塁打、54本で止まってる時に、もうや頭なんか貸してあるわって思って、貸してあげて、55本目、王貞治さんの記録。僕からしたら小さな数字なんですけどね。な、今年翔平が目指したのは60本ペース。まあ、けどやっぱり負担めちゃくちゃ大きかったですね。で、もう毎日もうダメだって思うような、精神的にも、もう阪神の試合始まる前とかも、朝のレンジャーズ、じゃあれエンゼルスの試合とか翔平とかの方でも、他にももういっぱい、あんなに国際大会開いてみんなお金払ってくれないよ、どんだけ広い虐待してんのっていう、もうそれでも今日の試合頑張って勝ちに行こうっていう、もう本当にもうものすごい、そのなんていうんですか、もう本当精神的にも肉体的にもフラフラ、睡眠不足で本当に、まあ、それで翔平がもう44本ぐらいもうええんちゃうかっていうことで、だからアメリカの方としても肘を手術したことにして試合に出さない形で、だからよーくニュース見たら分かると思いますけど、いやもうだから答え分かった、もう笑うなって言うが、無理だが、無理な時は無理だから、肘靭帯痛めな、その後何本も金ヒット打てるかって、ちょ途中から僕も盗塁数増えてきた、トリプルスリーピッチャーで10勝以上トリプルスリーいったれ、さらにホームランもこれ確定やもっと乗り越えたぞフラフラなに頭の中にそれもよぎっちゃダメ本当は、なんでこんなこと宣言したそれも脳でもうそれ考え方もう無理やり遮断して、本当にそれで毎日頑張って、もう本当精神的にもうめちゃめちゃきついですから、本当に今だからこそこういう状態で言えるだけで、もうこんな人生絶対無理、本当に、これ警察官でどういうしてもう精神病院にしても、どのようにして償うんです、お金だって、僕のね家の斜め前の藤原台の家、何件も空き家になってるでしょ、絶対そうなりますもん、あんな金額3000万円超えの家なんか、高さを売り上げ上げた時なんか余剰金として会社に残しておかなかった会社なんかすぐ倒産するじゃないですか。だから終身雇用の契約書を持ったところで、しっかりとした売り上げを上げれるかどうかの話にもなるし、相手が過剰競争を仕掛けてきている以上もう最初からもうどうしようもないんですよ、公務員に
もうならなかったらっていう話になるでしょ。でその公務員が見たこんなに頑張ってる人全然認めなくて9回も精神病院行きにしたのって、呆れてる世界中の人が本当の話聞いたら、日本人のケースが絶対悪者多いって絶対思ってますよ、翻訳した人。一回僕身体拘束なされたことあるんですよ、本当有馬工業病院の方、創造の頃だから、秀和株式会社と神戸北区役所の、職員を訴えた時、僕に向かって1時間も説教してきて、最初から僕敬語ですよ。だから多分その人もいろいろ聞こえてきたんじゃないですか。で僕が言ってると勘違いしたんじゃないですか。僕喋ってないですからその時で、まあ、あんまりもう1時間も言ってきたから、もう録音させてもらいますねって、ここの一番偉い口を呼んでもらえますかって分かってますからって、もうその頃もう弁護士さんなしで裁判意見もう買った後で、区長はどうぞ、録音してくださいって言ってくれたんです。で押して録音始めるでしょ。どうしたんです、先ほど僕に敬語なしで喋ってたじゃないですか。先ほどの喋り方で同じ内容1時間ほど全く同じように、まあ喋り方でもいいからもう言ってくださいよと、こういう証拠を裁判所に出すからっていうことで、相手もペコペコ、態度急に変わって、でその人間も精神病院の医者になってるから、でその人間は大阪の高等裁判所まで僕その時覚えてるよ、まあ それだけまたしもったらね、あの何々法の何々違反でっていうことを全部書けるから、大阪の高等裁判所裁判官段階さんなんで淡井さんと同じぐらい頑張るでいいですねって言われて、その人僕と同じかどれだけ状況してるぐらい頑張る分かってます、本当に本当に大体僕窃盗犯まで捕まえてちゃんと警察に突き出したりしてるんですよ。あの刑事訴訟法とか呼んで知ってるから、一般人にも逮捕権あるの知ってるんですよね。それ知ってなかったら警察官が怖いから悪い人見つけても逮捕できないんですよ、取り押さえれないでしょ普通の人で。あれは順序として先に110番しておいてから逮捕で動く、そうじゃなかったら片手で携帯電話110番してすぐ逃げようとして、これ絶対誰かに僕が両腕でね相手押さえ込んどいて、その誰か110番してくれないか、これ絶対無理だから、それ1時間も繰り返してたんですよ、岡場の2階のところで氷だったで、その窃盗犯のやつもいかにももう髪の毛染めていて、片一方の耳にもうピアスかイヤリング、もう多分ピアスだともう3つもつけてるやつで、僕より一回り大きいメガネはかけてないこっち体鍛えてないからもうそこわざとわざあのテクニカルの技術そこ技術使って、どちらかというと相撲、あのベルト量、あのベルト掴んでね、もう前詰める、で壁にもう体ごと体重を押し付けて抑え込む、さすがに殴っちゃまずいだろうっていうところ、まずは相手はもう掴んできたから、もうすぐにその時先に行動を移さなかったら、もう僕もあの相手が警察署で話するっていうことを同意して、相手4人組でこっち1人だから、まさか男4人に1人の人間なんか殴ってくるやつおらんやろうって思って警察署行くって言ってるから、話するって目と鼻の先、そこのオートバックス有馬警察署の横、その男の4人組に途中で前後から同時に殴りかかってこられて両側を割られてるんです。でその男が後で多分警察官になってる。この話、この人頭おかしいって思うでしょ、多分その事実よ、間違いない。でもともとだからもう上の方とかかっても、この人はものすごくややこしいですから、だから僕が二十歳ぐらいの頃のフルーツララパークの勤務中で、結婚式場ですよ、バンケットの方、バラの間のパントリーで、
全然知らん人間が、不法侵入してきて、もっとそれとも髪の毛染めとかやつ、そいつはちょっとお腹出てるかな。で、いきなり殴ってきて、ボディを。もう、みぞおちに思いっきり入れられてるから、動けない。本当に。めちゃめちゃ苦しいの知ってます。で、他にも、州は、もう他にもいろんなこといっぱいありましたけども、州は株式会社とかだったら、もう今、なんかもうちょっと普通じゃないような件いっぱい今言ってるだけで、あの、骨の間に、このあばら、指入れてくるやついるんですよ。もうその帰り気だったらできるから、やられた方、もう、めちゃめちゃ痛いですから。喧嘩みたいな暴力団のやつは本当にいっぱいいるから、州は株式会社の勤務中でタンクローに乗ってる時に、暴走族50代、目の前通過していったことも見たことあるし、だから風集まって調子乗ったんじゃないのって。じゃあもともと殴る気のない相手、しかもメガネの相手なんか、普通殴れます。僕、目の視力、片目は、小学生の頃測った頃、中学生の頃 0.1 で 0.1 以下だった時もある、ね、裁判用の書類とか書いたりする時パソコン持たなきゃならないですよ、ね、名誉あったりするでしょ。そんな人間殴れます？無理でしょ。普通眼鏡かけてる人まずいない。なんか一部では警察の方で最初から見張っとくには警察官として置いとくしかないとわけのわからないことを言ってる人がいて、多分淡井圭介にいろいろバレたら困る警察官が集まって多分そうしたんだと思います。昔からのこといろいろ知ってるから。だから週は株式